残ギが強いのはいいのどこに標準合わせて調整してんだろうっていうのはマジである。ダ <laughs> <laughs> ーツアハハハああ調整なしてか間に合ってないでしょで、アムネジア失敗したら体が爆発するとかでよかった、ね、そう、モダンは人口増やしたしその、ね、やっぱ初心者が入りやすいっていうのが。 素晴らしいでもキャラ調整には俺文句言うよさすがにキャラ調整はもう文句言わしてもらいますでも根本にはモダン作ってくれてありがとうはあるでも調整はもうちょいあったんじゃねえのかって思うし年一調整しますって今まで言ってきて1年目は強キャラが1年ずーっと強キャラのままでいたのに2年目からは細かい調整入れますって言ってんのもすげえなんかムカつくね後出しじゃんけんがすぎるんだよないやそう最初からやってくれよな いやマジでそうよなごめん1年調整ちょっと無理だったわーって言うならいいけどさ1年かけて弱いキャラが強くなる今回はい、1年弱かったキャラが1年強いですなら分かるマジで分かるよしじゃあ今回俺らが日の目を見る番だってなるのは分かるんだけど今まで強いって言われたキャラがそのままあと1年強いってなってるの頼むわって思わん で、リバのさ、反撃のさ、格差がすごいじゃん。で、強いキャラがリバにあんま答えないのかなって思ったら、最強になったザンギエフが一番リバにも答え持ってて、弱いキャラたちがリバの確定反撃持ってないのって、なんか、ごめんやけど、誰しも強いのは勘弁して。えじゃあ ザンギが強いのはいいののはどっちも色物で強くなったらめんどいと思うけどザンギのがマシえ本当にそれ本当に正直ダルシム強い方が俺はいいと思うよいやその強いっていうかその強さの幅による え、だって、ダルシムとザンゲフじゃ、並べました。対策したら辛いのは、多分ダルシムだぞ。いや、俺、ダルシムの方がいいと思うけどなダルシム嫌とか言ってるやつ、JP 全盛期どう思ってたんで、いや、ほんとそうなんだよ。だって、ダルシムが理想としたものは JP だよ。1000人2人が MR1 位って一体どうなってるんですか俺もね、注意したいです。僕も注意したいです。レジェンド500位以内にダルシムが0匹になれば、政治もしやすいんですけど、無理です。もうあの人たちは、

それではね、じゃあ今から、ダルシム君じゃあね、ここに書いてある強化じゃあい,いきますよ、ダルシム担当、プラス3、プラス5、ああ調整なし、うわ、ごめん、ダルシムってやってんの、クソだろ、ザンギエフ。 じゃあそれじゃあ残業さ行きましょうそんなんもうダーツ力で決まるやんいやでもワンチャンあるよでもいや調整だとその今まで強かったキャラが弱くなってるのを見るとああって思うんだけどちょっとなーって思うよな超無責任だけどクソ配信してくれるならいいわそれをそれ配信してくれるなら許すクソ盛り上がるよしきっとテレポート無敵 多分ダルシムの時だけ、多分あの、強化っていうのがこんぐらいで、あとの全部が、あの、据え置きっていう。多分割合が10、10%と90%とかだったと思う。聞きたいもん、俺、調整した人に。すみません、あの、ダルシムって、知ってますって。いや、でも、残ギが強くなるのは、正直予想できなんだ。正直、マジで、俺、 マジで俺本当にノーマークだったわなんかリュウとかジェイミーとかが強くなるかなーとは思ってたんだけどザンギエフがね強くなるってマジで思わんかったよなで1年間ずっと強キャラだったやつがいい感じに丸くなったのは俺はもういいと思うだし言うてやっぱみんなちょっとずつおもちゃもらって楽しそうだしなだ今回やっぱねおもちゃもらってない組がかわいそうだなって思うわやっぱ1年間の期待とアップデートのお祭り感の中で 取り残されるのは普通にかわいそうお金払ってゲームしてんのにその気持ちにさせられんのは俺はマジでかわいそうだな自分含めね自分含めそれマジでかわいそうだなって思うな、まあ、これが3ヶ月に1回とかだったら別にいいんだけどそのだからど,どういう理由でそれをしたのかってのが聞きたいよねもうその間に合いませんでしたって言ってくれればこっちも楽じゃんあ,あじゃあしょうがないねってなるんだけどその1年通してこれかよっていうのはマジで全員思ってると思うな アップデートが来る前にさ今回はアッパー調整をしますみたいな噂が噂っていうか,だから言ってたじゃん今まで対処しにくいものを弱くしてそれ以外でできるものを増やしますって言ってるじゃんでそうなってるキャラっているのよちゃんとホンダとかホンダとかも突進百観草野郎からなんか普通におもろいキャラになってるしマノンとかも なんかいい感じにすごい弱かったところをちょっと強くしてもらったりでちゃんとなってるキャラがいるんだけどなってないキャラが数名いてこれ俺間に合ってないんじゃないのかって思うけどねてか間に合ってないでしょ普通にそうリュウもねその集中から強化で使いにくかったけど弾の内訳で強化維持しながらみたいなめっちゃおもろい。 いやん連携から強化して強化からコンボいってみたら超おもろそうじゃん俺多分ね間に合ってないと思うんだよなてかそれしか理由なくない正直絶対間に合ってないよね体力8000で初期 JP にしてくれいや俺そういうのでもいいと思うよだってさもともとさそのストリートファイター6ってさ体力での調整はあんませずに他のところでバランス決めますって言ってたんでしょ知らんけどなんか ツイッターで見たんだけど、JP ほど HP 少なくて強くていいよな。で、アムネジア失敗したら体が爆発するとかでよかった。っていうか、俺はそういう調整なのかなってずっと思ってたよ。で、みんなもそういう調整だと思ってたでしょ、多分今の時代、開発がプロと配信者を招いて意見交換、いや、ダメ。えそれは本当に、本当にもうそれをやってしまったらもう、本当、地獄になるぞ。喧嘩が始まる。<laughs> <laughs> ざけんなよてめえ、JP だよ、これって。 もうダルシムなんてお願いしますもう本当にお願いしますよ本当に <laughs> でもどうなんだろう俺だけなんかなどうなんみんなはぶっちゃけ調整は楽しいってなってる俺それだったらいいわもう正直ダルシム使いが不幸な目にあってみんなが面白ければ別にいいかなとは思うでもみんなが面白くないって思ってるなら ちょっとキャミーだから楽しいキャラめい想マリーザだけどシュートが落ち込んでて悲しくなった <laughs> まだ理解できてないバス、まあ、そういう意見もあるよなーリバの確定差はマジで意味わからんあれグロいよなマジで D リバはちょっとねー、グロすぎるんだよな、差が。初心者モダンなので楽しいですが、誰しも簡単に使えたらもっと楽しい。まあそうだよね。今回良かったのは BGM。まあ確かに BGM は神だったな。まあでもやっていくしかないんだよな。俺らは。小技から10%から20%になっても受け入れるしかねえんだよな。でもさ、調整ってそういうもんでしょそう、受け入れるしかないの。受け入れるしかないの。我々は。ハリケンのスト6ディスゴー、DJ 村からゴーキ村にみんな引っ越してて悲しかった。<laughs> まあそうなるだろうな。やっぱあれケンダルシウム村からテレポしてガイル村に行くんか。いや、俺はいろいろ使いながらやっていくよ。まあでもメインはさすがにずっとダルシウムなんじゃない別弱くなってねえし。ダルシウムはつまんねえってだけで。つまんねえってだけで別弱くはなってないから、使わない理由ではないから。今ただなえてるだけで。モダンも結局、いやモダン使ってる人は今回のアップデート嬉しいんじゃないてかさ、モダン主流よな。今回のアップデートって。 今回だいぶモダンに合わせたアップデートだよなアシストコンボ変わったりなアリケンが今一番やんないといけないのは仙人たちの説得でも仙人たちもちょっと顔しかめっ面してるよ割となんか MR1 位のツイートにこんなことやってるから僕たち強化もらえないんですかねみたいなそうダしシム使いの中ではだいぶ苦言だよねあれあれ見てちょっと嬉しくなったでも1位に取ってんだよな MR1 位に取ってんだよななんで取れる まあでも今回のアップデートでみんななえずにやめないでねもうあのなえてやめるぐらいなら新しいキャラ使いなマジで俺もそうするから。